俺も昨日の配信でゼドにボコボコにされてから俺はゼドをずっと使いたいと思ってたんだ。俺はこの試合で一皮むける。バッドマナーすぎるよお前。うそゼドボットさん、センキューサブスクライブありがとうございます。これ来てもさ、返せるよ。よし。敵を倒しました。敵を倒しました。わあやったやった。あざ、すいません、もらいました、いただき。やったー。あざーす。ちょっとお返し行くわ。一回お返し行くわ。ヌヌ、ありがとう。お返しローム行きまーす。何来るんだって、何何をやめるんだって。大人しく何がだよ。何をおとなしくしてるって。僕にもできることがあるんだけど。ちょっと待って待って。さすがに俺、ゼド使ってるとき、自走はしたくないんだけど。ハゲって言うな。あ、経験値が。あなたのチャンピオン、倒されました。タッチ、あなたが鬼よ。ソロキルしときたいんだよね。その通り。次タリアが見えたらもうその瞬間行きます。何してんだよお前。ミッドでドラグ触ってんだぞ。何してんのこのアムム。アムムがいいんだって。シャットダウン。だよ、しょうがない。ぶん投げろ、頼む。だいぶ、すぐ行こう、すぐ行こう。よける？オッケー。いらんな。味方が倒されました。いくらでもあるわ。味方が倒されました。なんでこんな格好悪いの俺のゼド。これマジで。あざす、すいません、ありがとうございます。助かります。味方がタワーを破壊しました。マジで本当に何がどうなって俺のゼドはこんなに弱いの。なんかゼドっぽさが全くない。ナイス避けだけど。敵を倒しました。なんか分からん自分で。なんか分からん。俺自分がどこにいるか分かんなかった。めちゃめちゃゼド、びっくりした。
こいつやれるんだよな俺。やれないはずなくない？敵を倒しました。シビアよ。これタリアによるとしたらあれだからね、ストップウォッチされちゃうからさ。よし、俺がやるとしたらシビアなんだよな。うまいな。あれ？ああ、ええわ。ナイスキル。死ぬか。通常一発。わすわすわす。全然わす。素晴らしい。ソーグッド。ナイス。警戒してますね。気持ちがいい。マルズで救援。ストップウォッチってでも万能だからな。いや俺やろ、俺やろ、間違いなく。一回ストップウォッチ落としておけ、こいつの。あぶね、あぶね。やめとくか、やめとくか。ぬぬ、それはいい。ウルトすぎ。ストップウォッチだろ。敵を倒しました。あー俺ゼドか。リラックスして使う。そう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 、そこなんだよと。マジでそこ、リラックスして使えるか使えないか。俺がスプリットするわ。ヨウム剣もあるから大丈夫だと思う。いやそうなんだよな。よし、敵を倒しました。3人ボットいるけど、あ離れちゃったね。すごい、めちゃ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 寄ってくるんだけど。折れるでしょそれ。他のタワー、他のタワー、ジェイスいないんだよ。味方が倒されました。敵を倒しました。味方がタワーを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。味方がインヒビターを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。トリプルキル、いく。モンタゲ見てた甲斐があったな。破壊しました。味方が倒されました。敵を倒しました。アンストッパブルランテージ。あめめ、よくもキャンプしてくれた。味方が倒されました。味方がインヒビターを破壊しました。
味方がタワーを破壊しました。ケンタのせいな、ムンドが出たわ。これ俺の生徒の悪いところなんだよな。ムンドみてえなんだよな。危ねえ、負けそうだったし。いやでもこのゼドはさ、俺の配信史上一番いいゼドだったんじゃない。ジョチューバーはちょっとゴミだったけど、ここぞという時に出してたでしょ。